レーリー男爵家の邸宅ターリング、プレースレーリー男爵は、連合王国貴族の男爵位。シャーロット・ストラットが1821年に叙されたのに始まる。初代リンスター公爵、ジェームズ・フィッツジェラルドの娘で、庶民院議員ジョゼフ・ストラット中佐と結婚した、シャーロット・メアリー・ガートルード・ストラットは、1821年7月18日に、連合王国貴族爵位エセックス州における、ターリングプレイスのレーリー女男爵に叙された。初代女男爵の死後、その長男のジョン・ジェームズ・ストラットが二代男爵を継承した。二代男爵の死後、その長男ジョン・ウィリアム・ストラットが三代男爵位を継承した。彼は物理学者として著名でノーベル物理学賞を受賞した。一般にレーリー卿というとこの第三代レーリー卿を指すことが多い。三代男爵の死後、ロバート・ジョン・ストラットが四代男爵を継承。彼の死後はその長男ジョン・アーサー・ストラットが五代男爵を継承した。彼には子供がなかったため、彼の死後は甥にあたるジョン・ジェラルド・ストラットが六代男爵を継承した。彼が2016年現在の当主である邸宅は、エセックス州ターリングにあるターリングプレイス。ありがとうございます。